ちゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、カープからあの国投手が FA 権、これは国内 FA、 そして海外 FA 権を行使ということになりました、うん。まあ、どっちの話も聞きますよっていう方だよね。まあ、そうなんですよね。そうだから、これはもちろん国内もそうなんですが、幅広げて海外からもし話が来たらそれももちろん聞きますという行使、はい、もちろんということなんですね。で、これ手を挙げたということは国内で考えると広島さん以外のところのもちろん話を聞かせてくださいってなるんですよね。これ栗投手が海外 FA 権になるんですけど、国内も手を挙げるっていうのは、豊さんそんな感じはどうです、ちょっと印象としては。まあ、そんなには持ってなかったけどな、うん。まあ、だけど行けるチャンスがあるんだったら、うん、1、2年でもいいから経験したいって思ってる可能性はあるよね、うん。まあ、お父さんがアメリカ人でしょ。そうですね。で、アメリカに在住ということ。いや、だから、まあ、お父さんに会いに行くというか、うんうんうん、まあ、親孝行というのも含めてね、はい、まあ、そういうことを考えてる可能性もあるよね。そうですよね、はい。まあ、それは悪いことでもないし、うん。で、栗が今年のキャンプで会った時にお話を聞いた時にね、球速を上げようとしてると。はい。なんでって、いや、もっと力をつけたいと。まだ上がるんかって言ったら、いや、上がってきましたって言ってるから、まあ、今年見たら、まあ、そんなにね、もう打線との噛み合わせが悪くて勝ち星は上がらなかったけども、ボールは力強くはなってることは確かなんだよね。だからといって通用するかというとさ、もうちょっと球威が欲しいな。で、細かいボールの動かし方っていうのはすごくうまいけども、パワーに屈するかなっていうような感じはするよね。そうなんだ。だから、まあ、日本の方がいいだろうなと思うけどな。海外でじゃあ栗投手にちょっと話したい、接触したいなっていうチームは、いや、あると思うよ。あるとは思う、うん、それはあると思う。やっぱ日本って精度がいいよ、はい、精密機械みたいなもんだもん。そうですね、うん。だから電化製品と一緒だよね。そうです。壊れないみたいな、日本製は。そうそうなんですよ。バグらないみたいな。バグらない。そうそうそう。いや、だからすごく人気はあると思うよ。話はいくつか来ると思うな。やっぱりあの、ね、今日本人投手の価値というか、うん、そういうものがメジャーで上がっているので、来るチャンスというかっていうのは、うん、話はあるのかな。一つ二つ三つなりとも。まあ、そうだね、うん。その場合栗投手がどういう選択を、ね、言えば、はい、マイケンがやっぱ今年苦しいんだよね、うん。はい。で、それを考えるとやっぱ相当な精度を持たなきゃいけないし、マイケンだって150キロ投げるからね、まだ、はい。でも、それでも捉えられるっていうのはさ、やっぱそこら辺をやっぱ一つの参考として、うん、やっぱこう栗は考えてほしいなと思うけどもね。ああ、そうか、うん。簡単じゃないよ、うん。それはダルビッシュだってさ、はい、あれだけのピッチャーが足の上げ方をちょっと変えたりだとか、そうです ね、 ね、ちょっとひねりを多く入れたりだとか、でタイミングをずらしながら、うん、こう投げてるというね、まあ、そういう努力をしながらこう勝っていってるという、はい。まあ、栗もそのぐらいの器用さを持ち合わせてるとは思うんだけども、うん、だからそういうことが向こう行ってちゃんとできるかどうかっていうね、うんうん、そういうのを見極めて、まあ、行くんだったらね、やっぱりね、かっこよく行って、うん、かっこよく帰ってきてほしいしね。ね、あ、やっぱすごいねっていうふうに。まあ、そうだね。だからそれは長くなくてもいいんだよ。はい。だから 1、2 年でもいいから、うん、こうやってまた日本球界でやりたいっていうね、うん、あ、それいいですね、ことでもいいしね。そうですよね、うん。で、栗投手はあのお父様にもう話したんですかという記者の問いに対してはもうしました、してますと、はい。で、どんどん挑戦することは大事なことだと思うし、最終的に自分で判断したことに関してしっかりこれからも変わらず応援するという言葉をかけてもらいましたというふうに、話されてたと、うん、いうことなので、向こうに行けばお父様近くで東京見せたいと。家族がいるわけだから心強いよな。そうですよ。そらな、うん、どこにいるのお父さん。あの、一応アメリカ在住としか出てないので、どこにいるか。そうするとそこの地区、近い地区の球団のテストだよな。そうですよ、ね。それはお父さんのサポートを受けられるもんな。すごい大きいですよね。それは大きいよな。ストレスがないと思います。ただその、じゃあ一番の理想はメジャーなんですかというふうに記者の方が聞くと、理想というかあんまりまだ
そこは考えてないですというふうには言っています。あと仮に海外籍でも契約内容が幅広いですよねと、マイナーメジャーなどで変わると思いますがという問いに関しては、やはり自分一人のことではないので、何に関してもしっかり最終的には、まあ、ご家族ですよね、相談した上で全てにおいては決めようかなというふうに思っていますということなので、必ずしもその海外が行きたい、メジャー行きたいっていうのが趣を置いてるわけではないのかなっていう、まあ、やっぱり条件次第だよな。うん、やっぱ家族も納得するような。そうですよね、うん、まあそれはやっぱり当然だと思うし、うん、やっぱクリって人がいいから、人間的にいいからね、うん、彼は家族思いなんでしょうね、うん、まあ、それとやっぱタフだね、本当何にも文句言わずに、うん、もう黙々と投げる姿っていうのは好感持てるしさ、はい、だからまあどこ行っても応援したいとは思ってるけども、うん、まあでも一番綺麗なのはお父さんの近くで投げれるっていうね、それで活躍ができるっていうのがまあ理想だよね。そうですよね。またスタッフが情報を入れてくれました。お父さんは元ブレイブスの 3A で野球されてた方ということで、まあ、だから野球のメジャーマイナーにはちょっと詳しいのかなっていう、まあまあ縁があるんだろうね。そうですよね、まあうん、まあ、2年限定で行ってきたらどうかなんか、いやね、と思うけどな、うん、私海外なんか、ね、まあ、そうなってくるとな、うん、野球を通じての人生って考えるとさ、うん、やっぱ親孝行っていうことを考えるとね、うん、はい、良好な感じでいるわけだよね、うん、そうやってコメント出してくれるっていうことは、はい、だから、まあ、そういうことでもいいし、うん、で2年経ったら日本に帰ってくるからどっかでお願いしますみたいな、うん、言って行ってもいいしね。そうですよね、うん、まあ、それはなんかまた新しいスタイルというかさ、うん、まあ、それでもいいなと思うけどね。確かにそうですよね、うん、あ、お父様はフロリダにいらっしゃるということで。マーリンズだよね。そうですね、マーリンズいいですね。いいね、うん、気候がいいのでフロリダは、まあね、マーリンズ、ディズニーも近いのでフロリダは、うん、環境もいいですね、家族の行くんであれば。マリ怖いけど、ね、マリ怖いまあまあだ、まあね、いやだけど活躍できるといいけどな。いやそうですよね、なんかそこはね、逆に、まあ、もちろんあのメジャーだけじゃなくて、もちろん日本の球団もっていうことなので、クリ投手が手を挙げたということで、まあ、カブ以外の他球団11チームっていうのは、いやそれは欲しいよ、タフだもん、行きますよね獲得に、きっと。いやそれはもちろん行くよ、うん、これ巨人とか、まあだからもう言えば巨人とか、はい、DeNA とかヤクルトとか、うん、これは行くよ。ヤクルトもそうですよね、絶対行くよ。いやもう巨人、ヤクルト、ベイスターズ、うん、これも石川で、ロッテも行くと思う。そうですね、うん、あの佐々木投手いないので、そうそう、うん、でオリックス、もうやっぱり石川が欲しいって言ったところは、はい、やっぱピッチャーに困ってるわけだから、うん、栗だって欲しいはずだよ。そうですね、うん、ただ C と B との違いがあるよね。そうです、だから栗は B だからさ、そうなんです、 B ランクだから、まあ、人的保障がいるということだよね。そうですよね。ただあのその石川投手の時に行きたいなと思ってたあのセパの5球団が、はい、もし石川投手を取れたならば、うん、ちょっと栗投手は見送ろうかな、まあ、それはもちろんそうだっていうことなんですかね、うんうん、で取れないまた4球団、はい、先ほど挙げた、はい、まあ、先ほど挙げたっていうのは前回の動画で、前回の動画で挙げたっていうのは、はい、巨人、ヤクルト、DeNA、はい、まあ、オリックス、ロッテ、オリックス、この中で石川が1人取れたとしたら、はい、4球団は栗に集中すると思う、こういきますね、方向転換すると思う。そうか、だまずは石川投手、そして栗投手、それとも平行線でこう、いや平行線でいくと思うよ、うん、もうここはやっぱり両方とも優秀なピッチャーだし、はい、だから栗なんか本当タフだしね、そうです、故障少ないピッチャーだから、うん、だからそれはもう使い目がないからね、はい、だから欲しいと思ってる球団は、うん、まあ、たくさんあると思うけどね。ですよね。ただその C ランクか B ランクかの違いであって、まあ、そこら辺はねちょっと大きいよな、うん、そうですよね、うん、まあ、大きな要素になってくるかもわからないけども、うん、まあ、だけど栗なんていうのは優秀なピッチャーだし、はい、まあ、10勝はしてくれそうな、ね、うん、ピッチャーだから取れたらでかい。そうですよね、いくらになるかな。あとはそうですね、金額がいくらになるのか、もちろん今の広島、これまで広島にいた年俸よりもプラスアルファ、それはもちろんじゃないと取れないでしょ。ですよね。いくらなの今栗投手は。1億4000万だそうです。すごいなまあそれよりアップだよね。そうです。だから石川投手とほぼ一緒ぐらいなんですね。 1億6000万と1億2000万だったでしょ。そうです、ちょっと違う。あ、まあまあでも、うん、同じようなレベルだよね、うんうん、こういった2人の投手が手を挙げたっていうことがセパの他球団、うん、
どういうふうに動くのか、あとはもちろん栗投手は海外経験も固執しているので、まあ、海外も含めてどういうふうになるのか、まあ、楽しみだけどな。なんか豊さんおっしゃってるより1年でも2年でもちょっとね、海外でなんか見たいですね、投げるシーンを。まあ、2年間でオプションで1年間つけとけばいいよね。あ、オプションで1年、うん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 、で、まあ、よかった年俸がこのぐらいまで上がってくれるんだったらもう1年いますみたいな、はい、まあ、そういうオプションつけておいて、うん、いやそれが叶わないんだったら2年でもうお世話になりましたみたいな、何でもいいと思うしね。そうですよね、うん、だからまあそこら辺はやっぱこういろんなことが起きてるじゃん今、はい、時代的に、うん、もうそこにどっぷり浸かるのもいいけども、うん、でももう一回日本に帰りたいみたいなね、はい、そうオプションもつけてやってもいいと思うし、うん、だからもう向こうで出がらしになってさ、うん、日本に帰ってきて、うん、だから日本ではあんまりできないじゃんみたいな、はい、いやそういう姿よりも、いや向こうでやっぱり2年間修行してきたんだなみたいな、うん、そういうピッチングも見てみたいし ね、 そうですね。だからいろんな考え方があって、うん、いいと思うしな、うん、だからそういう先駆者となって、そうですね、なんか欲しいなと思うけどね、クリーナー。そうですよね、ちょっとそこ期待したいですね。いやでもさ、はい、向こうで、ね、うん、3億ぐらいで行って、はい、2年後には20億って言ったら帰ってこれないよ、うん、お前もう帰らないです、絶対います、います、まあ、それはもういなさいみたいな。そうですよね、いや本当に向こうで水があってものすごい活躍とかしてくださったら、さらにでも黒田が帰ってきたからね、カープにね、何十億という契約を蹴ってカープに帰ってきたからね、まあ、そこまで蓄えがあるんだろうけどな、まあもうね、もうね、もうお金じゃないっていうところもあるんでしょうけど、でもなんか栗投手新しいなんか選択肢っていうのをなんか見たいなと、ちょっと見せてほしいなと思うけどね。そうですよね、うん。